皆さんこんにちは。男性アイドルといえばジャニーズ事務所をイメージしますよね。数々のアイドルグループを世に生み出している大手芸能事務所ですが、2023年にジャニ北川氏による性加害問題が表面化したことで、当時社長を務めていたジャニーさんの姪であるメリーさんと東山紀之さんによる記者会見は連日報じられ、社会現象となったのは記憶に新しいですよね。結局事務所は社名を変え、新しい体制で再スタートしていますが、昔からのファンにとってはジャニーズという名前が消えてしまうのは寂しいことでしょう。しかし事務所の体制は変われど、いつまでも応援し続けるのがファンというものです。ファンクラブの総員数を調べると多いグループでは100万人を超えているところもあり、活動休止中の嵐に関しては今でも300万人超えの会員数を誇っています。そんな幅広い層に人気を博しているジャニーズのアイドルグループたちですが、その直接的な原点はどこにあるのでしょうか。今回は渋垣隊、少年隊、光源氏など昭和に活躍したジャニーズについてご紹介しつつ、現在は何をしているのかまで深掘りしていこうと思います。1、初代ジャニーズ。ジャニーズ事務所から最初にデビューしたグループは1962年3月に真矢宏美さん、飯野治美さん、中谷亮さん、蒼井照彦さんの4人で結成されたジャニーズです。ジャニーズというと最近は事務所のことを指したり、所属タレントの総称で呼ばれることがほとんどであるため、初代ジャニーズ、元祖ジャニーズと呼ばれることもあります。実はこの初代ジャニーズの4人はもともとジャニ北川さんが教えていた少年野球チームに所属していた子供たちでした。チームが弱かったため、ジャニーさんはヘターズやエラーズと呼んでいましたが、所属していた子の一人が、ジャニーさんが監督なんだからジャニーズがいいんじゃないと提案し、ジャニーズという名前が誕生しました。そんな野球チームが芸能の世界に飛び込むことになったきっかけは本当に些細な出来事でした。ある日雨で野球の練習ができなかった時に、ジャニーさんは子供たちを連れて映画ウエストサイド物語を見に行きました。そしてこの作品に衝撃を受けている子供たちを見たジャニーさんは、エンターテインメント事業への参入を決意したといいます。ジャニーさんは以前から米国由来の舞台芸術への憧れを持っていましたし、メンバーもダンスのレッスンを熱心に行いました。そして1964年6月にジャニーさんがジャニーズ事務所を創業し、初代ジャニーズは同事務所初の所属グループとなりました。結成当初はバックダンサーの仕事ばかりでしたが、歌って踊れるアイドルという当時としては稀有な存在が重宝されることとなり、次々と楽曲を発表し、1965年には紅白歌合戦にも出演しました。彼らの魅力の一つは舞台を意識したパフォーマンスであり、これは現在のジャニーズアイドルたちにも共通する点かと思います。そして1966年に本格的なダンスを学ぶために渡米し、全米デビューも果たしましたが、何らかの理由で制作したレコードがお蔵入りとなってしまうなど、活動はうまくいってなかったようで、翌年には帰国しています。さらに追い打ちをかけるように、帰国した当時日本ではグループサウンズが爆発的に流行しており、彼らもそれを意識した楽曲をリリースするも、日本の芸能界との方向性の違いを理由にほどなくして解散となりました。しかしこの解散、実は方向性の違いが理由ではないようなのです。元メンバーの中谷亮さんが出版した暴露本によると、初代ジャニーズがまだ少年野球チームの時からジャニーさんにセクハラ被害を受けていたというのです。この暴露本については以前から話題にはなっていたものの、今となっては最初に被害を訴えた時になぜ大きな話題にならなかったのか不思議に思いますね。ちなみに初代ジャニーズは国民的アイドルであったにもかかわらず、とにかく給料が低く、解散当時4人とも貯金もなかったそうです。解散後はメンバーそれぞれ違う道に進んでいるので、1人ずつご紹介していきます。まずリーダーを務めた真矢宏美さんは俳優やワイドショーの司会として活動し、元宝塚の白川かほるさんと結婚、そして2人で個人事務所を設立しますが、1982年からはタクシー運転手に転職し、
個人タクシーの資格も取得して芸能界とは離れた生活を送っていました。しかし2000年3月、心筋梗塞のため53歳の若さで亡くなりました。飯野修美さんはアメリカでのダンス修行を経て1972年に劇団四季に入団し、ミュージカル俳優に転向したそうです。社会現象になったミュージカルキャッツにも出演し、最近ではリトルマーメイドのセバスチャン役としても知られ、78歳になった現在も現役で活躍されています。蒼井照彦さんは俳優、アーティスト、声優など幅広い分野で活躍したようです。代表的な作品で言うと、声優としてはテレビアニメ明日のジョーの主人公矢吹城役を務め、俳優としてもあの水戸黄門にて12年間にわたり助さんこと佐々木助三郎を演じていました。またジャニーズ事務所の後輩 ABCG が主演のミュージカル ABC 座でナレーションを務めるなど、退所後もジャニーズとの関わりがあったことに驚きです。2024年現在70代後半ということもあり、メディアへの露出は減ってしまいましたが、今でも芸能活動を続けているようです。最後にバレ本を出版し、11歳の頃からジャニーさんから性被害を受けていたことを告白した中谷亮さんですが、解散後は渡辺プロに移籍してバンドを結成し、ナイトクラブを回って演奏活動を2年ほど続けていたそうですが、現在については一切の手がかりもなく、まさに謎に満ちた状態が続いています。2023年に立ち上げられたジャニーズ性加害問題当事者の会に彼の名前が見られなかったことも、中谷さんがメディアや公の場から距離を置いていることを示唆しているのでしょう。2. フォーリーブス。次にご紹介するのは1968年にレコードデビューしたフォーリーブスです。初代ジャニーズの次に結成されたグループであり、初期のジャニーズ事務所を代表するグループでもあります。代表曲の一つであるブルドックなどは今でも後輩アイドルたちがコンサートや歌番組で披露することもあるので、フォーリーブスを知らない世代でも曲は知ってる人も多いと思います。もともとは初代ジャニーズのバックダンサーとして結成されたグループであり、メンバーは初代ジャニーズの付き人だった北浩二さん、3歳から子役で活躍していた江木俊夫さん、劇団若草出身でファッションモデルをしていた織茂正夫さん、同じく劇団若草出身の永田英二さんの4人でしたが、デビュー前に永田さんが脱退し、青山隆さんが加入し、この4人でのデビューとなりました。1968年にオリビアの調べてレコードデビューをすると、そこからの人気は凄まじく、ブロマイドの売り上げが男性歌手部門の1位となり、1970年から7年連続で紅白歌合戦に出演するトップアイドルへと成長していきました。また初代ジャニーズ同様にミュージカルにも熱心に取り組み、その姿勢は現在のジャニーズ事務所に受け継がれています。そして1976年にリリースした踊り子は日本歌謡大賞特別賞など数々の賞を受賞するフォーリーブスの代表曲となりました。しかし当時人気はすでに下降し始めていて、オリコン最高位は4時1位と思わしくない結果となりました。1970年代中期頃になると続々と後輩アイドルが誕生し、それまではグループや個人で雑誌などの人気投票の上位に位置することが多かったのですが、新御三家と呼ばれた野口五郎さん、西城秀樹さん、郷ひろみさんの3人デビュー後からは次第に上位から後退していきました。そして比例するように雑誌記事やグラビアも減少していき、テレビにおけるメインレギュラー番組も降板、同じくコンサートの公演数も減り、ツアーもなくなり、アイドルとしての活動に限界を迎えるようになっていました。そして1978年、1ヶ月にわたる全国ラストツアーを行い、約12年の活動に幕を閉じました。この解散ツアーは数々のテレビで放送され、再放送もされるほど注目を集めました。その後は、退所の時期は違えど全員がジャニーズ事務所を退所しています。しかし、一度は解散したフォーリーブスですが、ヤフーで行われた再結成してほしいグループのアンケートで1位を獲得したのをきっかけに2002年に再結成し、
コンサート活動などをしているそうです。残念なことに北さんと青山さんの2名はすでに亡くなっているようです。青山さんはメンバーの織茂さんと音楽スクールとショーパブなどを開店し活動している時期もありましたが、うまくいかず、その後は職を変えながら飲食店の社長などに挑戦したようです。2002年に再結成すると、2009年肝臓がんで亡くなる直前までアイドルとして活動を続けました。そして北さんも青山さんと同じく肝臓がんで亡くなっています。解散の翌年に覚醒剤取締法違反で逮捕されたり、ジャニーズ事務所に対する暴露本を2度出版するなど何かと話題になっていましたが、グループ再結成後は往年のファンからの支持を受け熱心な活動を続けるも、2012年に亡くなりました。残された織茂さんとエギさんはそれぞれの芸能活動をしつつ、2人でフォーリーブスの活動を続けています。現在は夢グループのコンサートに参加し、司会や出演者として活躍しているそうです。3. タノキントリオ。タノキントリオと聞くとイメージがない方も、田原俊彦さん、野村芳雄さん、近藤雅彦さんとメンバー個人の名前だと、ああとなる方がほとんどかと思います。3人でのグループ活動は1980年からたったの3年で、その期間もソロ活動が中心でした。この3人が注目されるきっかけとなったのはテレビドラマ3年 B 組金八先生です。当時フォーリーブスの解散や主要メンバーの脱退が相次ぎ、ジャニーズ事務所は低迷期に入っていました。そんな中、ジャニーズ事務所副社長のメリー北川さんが獲得したのが金八先生の生徒役の仕事でした。3人は金八先生の出演後一気に注目されるようになり、新御三家に代わるトップアイドルへと上り詰めました。初イベントの際には定員300名の会場に1万人のファンが押し寄せ中止になったり、3人で出演したドラマは人気になりすぎて当初の放映回数予定より延長され社会現象になるほどの人気でした。そんなタノキントリオが他のグループと違った点は、活動はそれぞれ単独で、タノキントリオというグループがあったわけではないことです。3人揃ってのレコーディングもたったの2曲で、あの有名な田原さんの哀愁で糸、ハッとしてにゃ、近藤さんのスニーカーブルース、ギンギラギンにさりげなくなどはどれもグループの活動期間中でありながらソロとしてリリースされているので驚きです。そしてこの3人の活躍があり、ジャニーズ事務所は急成長を遂げ、ジャニーズジュニアが人気アイドルのバックでの顔見せを経てデビューするという一時期途絶えていたシステムも復活し、後続する渋垣隊や少年隊などが次々とデビューしました。タノキントリオが解散すると1990年に野村さん、次いで1994年に田原さんが退所し、近藤さんは長い期間ジャニーズとして活動しましたが2021年に退所しています。当時ジャニーズを辞めると芸能界で干されるといった噂が出ていましたが、それは田原さんも例外ではありませんでした。全盛期にはたくさんの大ヒット曲があり、数々の賞も受賞していましたが、ジャニーズ事務所から個人事務所に独立する際の記者会見にて、僕くらいビッグになると、と発言したり、終始傲慢な態度で記者の質問に答えない様子が大バッシングを受け、メディアから思い上がっていると批判されてしまいました。そしてジャニーズ事務所退所も円満退社ではなかったようで、独立後はジャニーズの後輩たちとの共演はほぼ不可能となり、ついには個人事務所も倒産してしまいました。テレビ業界からは完全に干されても、毎年コンサートツアーやディナーショーを全国各地で行い、地道な努力を辛抱強く積み重ね、再びマスコミの注目を集めるようになり、数年前からテレビでも姿を見れるようになりましたね。田原さんとは違い、野村さんは円満に退所したことや近藤さんと仲が良いこともあり、退社後も近藤さんとの共演の機会がありました。そして野村さんといえばギターですよね。事務所退所後はギタリストとしての仕事が大半を占めるようになり、作曲、編曲、プロデューサーなども務めるようになりました。自ら中心となったバンドをいくつも結成したり、
浜崎あゆみさんや世良政則さんらの活動にギタリストとして参加するなど、ライブやレコーディングで弾く手はまただといいます。最後に近藤さんですが、今でも CM やバラエティ番組などテレビで活躍する姿を見る機会が多いですよね。2020年に不倫疑惑報道があり、ジャニーズ事務所から無期限謹慎の処分を受けたことにより翌年に退所しています。2019年にジャニーさんが亡くなり、世間では後を継ぐのはマッチか東かなどと言われていたタイミングでしたので、退所報道は大きな話題となりました。そして現在は芸能活動を続けつつ、レーサーとしても数々の大会に参加し精力的に活動されています。4渋垣隊。タノキントリオの次にデビューしたのが渋垣隊です。メンバーは深川俊一さん、元木雅宏さん、薬丸博秀さんの3人で、ふっくん、もくん、やっくんの愛称で親しまれました。活動期間は1982年から1988年の約6年間で、数々の大ヒット曲があり、中でも寿司食いねえは今でも愛される渋垣隊の代表曲の一つです。同期の女性アイドルには小泉京子さん、早見優さん、松本伊代さん、中森明菜さんら花の82年組がおり、アイドル全盛期の時代でした。男性アイドルながら渋垣隊も花の82年組に入れられることもあります。デビューした年に早速日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞し、オリコンシングルチャートやテレビの歌謡ランキング番組では10位圏内へ常に入り込む時代を代表する男性アイドルとなっていきました。当時のアイドル界では歌や踊りの実力よりもタレント個人が持つ魅力がより重視される傾向にあり、渋垣隊も楽曲の企画性で話題を集める手法をとっていたので、他のジャニーズグループに比べると個性的な曲が多いのです。歌手活動のほか、映画、CM、テレビドラマ、バラエティ番組など多岐にわたって活動し、特にバラエティ番組では司会進行も担うなどしてトーク術とコント力を身につけたといいます。3人がグループ解散後も長きにわたって芸能界で活躍している理由は、どこでも活躍できる術が土台として身についているからなのでしょう。しかし音楽活動に関しては、1985年に後輩グループ少年隊がデビューしたことにより、4年連続で出場していた紅白歌合戦に落選、リリースしたシングルは80年代前半よりも人気の面で勢いを失っていきました。またデビュー以降必ず3人一緒であった活動から、1986年に深川さんが単独でドラマに出演したことを皮切りに、各々がソロ活動をするようになり、1988年に代々木第一体育館におけるコンサートをもって解散となりました。その後すぐに元木さん、深川さんは事務所を離れ、翌年には薬丸さんも退所しています。3人ともソロ活動の基盤が整っていたためか、事務所退所後もそれぞれの道で活躍しています。薬丸さんは1996年から2014年までの約17年間花丸マーケットの総合司会を務め、番組終了後も七色日和やバイキング、4時5時でといった生放送番組にレギュラー出演しているので、まさにテレビで見ない日はない状態です。もともとの真面目な性格と渋垣隊で培ったバラエティ力が生放送番組にマッチしたのでしょう。元木さんは解散後に俳優として本格的に活動をスタートさせ、主演として映画や大河ドラマにも出演し、特に自ら企画を持ち込み主役も務めた映画送り人は2009年にアカデミー賞外国語映画賞を受賞しています。映画やドラマだけでなく数々の CM にも出演しているので、元渋垣隊のもくんとは知らずに見ている人も多いのではないでしょうか。最後に深川さんですが、吉本興業の芸人6人によるダンスユニットウエストサイドをプロデュースしたり、土屋アンナさん主演映画バッシュメントで原案監督を務めたりと、裏方としても活躍しながら自身も俳優や歌手として活動し、現在も舞台やライブ、テレビ、SNS と幅広い分野で活躍されています。5少年隊。次は少年隊です。
実は少年隊は解散していないのはご存知でしょうか。メンバーの2人が事務所を退所していますが、グループは解散ではなく活動未定という形をとっています。少年隊も有名な曲が多く、仮面舞踏会は今でも歌番組で当時の映像が流れることも多いですよね。東山紀之さん、錦織一生さん、植草克秀さんの3人で結成された少年隊ですが、当初は近藤雅彦さんや田原俊彦さんのバックダンサーとしての活動がメインでした。そして1982年、まだレコードデビュー前にもかかわらず単独ユニットとして多数の歌番組に出演するようになり、テレビ、コンサート活動、映画主演などを経て1985年満を持たして仮面舞踏会でレコードデビューを果たしました。そこからの人気は凄まじく、まずレコードデビュー翌年の最優秀新人賞を総なめし、1986年には紅白歌合戦に初出演、以降8年連続出演しています。また同年に少年隊主演ミュージカルプレゾンが開演し、このミュージカルは2008年まで23年間続き、通算公演は957回、観客動員数は138万465人という素晴らしい記録を持っています。2008年のプレゾン公演を最後に、2020年12月31日をもって錦織さんと植草さんがジャニーズ事務所を退所するまで、グループとしての活動はファンクラブのデビュー30周年記念の開放、35th アニバーサリーベストの発売と限定版に掲載されたインタビュー、ファンクラブ開放最終号以外は全くと言っていいほど行われませんでした。その後、少年隊については功績と少年隊そのものは残したいというメンバーの意向を受ける形で、後輩たちの同票であり続けるようにと名前は存続するも、事実上の活動休止状態となりました。東山さんは皆さんご存知の通り、歌手、俳優だけでなくコメンテーターや司会者としても幅広く活躍していましたが、2023年にジャニーさんの性加害問題が表面化し、藤島ジュリー景子社長が辞任した後に東山さんがジャニーズ事務所の代表取締役社長に就任しました。ジュリーさんと東山さん、それと元 V6 の井ノ原快彦さんによる記者会見は連日報じられ大きな話題となりましたよね。その記者会見の中で、東山さんは2023年で芸能活動を引退し社長業に専念することを発表しました。そのためレギュラー出演していた番組も全て降板し、以降テレビで見ることはなくなってしまったのでファンにとってはショックですよね。2020年に退所した植草さんと錦織さんの2人は活動の舞台をテレビからミュージカルや演劇へと移したようです。錦織さんは幅広い舞台作品の演出も手掛ける演出家としても活躍され、植草さんはソロコンサートも2度開催しています。また2人は共同で YouTube チャンネルを開設しているようなので、いつまでもメンバーで活動してくれるのは嬉しい限りですね。6、光源氏、内海浩二さん、大沢みきおさん、諸星和美さん、佐藤博之さん、山本純一さん、赤坂明さん、佐藤敦弘さんの7名で結成された光源氏は、ジャニーズ事務所初のローラースケートパフォーマンスで一世を風靡し、日本音楽史上最高の爆発的な人気を記録して社会現象となりました。30年近く経った今でも音楽番組で映像を見ますよね。超新星からのメッセージというキャッチフレーズは、彼らがデビューした1987年に大マゼラン雲で超新星爆発が観測されたことに着想を得て付けられたといいます。なのでパラダイス銀河やスターライトといった彼らの代表曲には、光や星、銀河、宇宙塔をテーマにした作品が多く見られます。アクロバティックなパフォーマンスが受け、デビューしてすぐに爆発的なブームを生み、その人気は経済誌などでも社会現象として取り上げられました。翌年にリリースされたパラダイス銀河は日本レコード大賞し、同年のオリコン年間シングル売上第1位から3位を光源氏が独占し、ピンクレディー以来の快挙を達成しました。
1993年に発売された勇気 100% は数々の後輩グループがカバーし長年歌われ続けているので、知らない人はいないと思います。そんな人気絶頂の1995年に活動終了が発表され解散となりました。では伝説化されたグループのメンバーが解散後どうなったのかを一人一人ご紹介していきます。まず一番人気と言われ不動のセンターを務めていた諸星さんは歌手、俳優、タレントとして活動しつつ、さまざまな有名ブランドとのコラボを展開しており、メンズアクセサリーやバッグなど幅広いデザインを手掛けるなどマルチに活躍しています。現在はハワイ在住ですが、日本国内の音楽フェスに参加したりと芸能活動は続けているようです。次にリーダーを担っていた内海さんですが、今でも旧ジャニーズ事務所に所属しているタレントのようです。解散後は舞台に力を入れ、2003年には世界的ロングヒットを誇るアガサ・クリスティの名作マウストラップ、ネズミ捕りの日本初演舞台に参加し、計100ステージ以上に出演しました。そして光源氏のデビュー35周年の日に佐藤敦弘さんとユニット U&S を結成し、現在も精力的に音楽活動を展開するほか、バラエティ番組への出演も増加しています。佐藤敦弘さんも内海さん同様に今でも旧ジャニーズ事務所に所属していて、後輩との関わりも深く、嵐のライブのスーパーバイザーを務めたり、近畿キッズに楽曲提供をしたりと裏方としても活躍しているようです。そして誰よりも運動神経が良く、高難度のアクロバットを披露していた大沢さんは自身も俳優として活動しながらも、2014年に映画わしとたかで監督デビューし、元メンバーの諸星さんとのダブル主演でも話題となりました。佐藤博之さんと山本さんも2つの風というユニットを結成し、ローラースケートを使ったパフォーマンスをメインにツアーを開催しているようです。最後に赤坂さんですが、解散後は俳優として活動していましたが、2007年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、2009年にも覚醒剤所持で逮捕されています。2012年まで服役し、その後は再びバーを経営していましたが、2015年以降は芸能界に復帰し、音楽活動も再開し、ライブツアーなども行っているそうです。7. 男組。男組は成田昌司さん、高橋和也さん、岡本健一さん、前田光陽さんの4人編成のロックバンド風アイドルグループです。ジャニーズのバンドといえば TOKIO をイメージする人も多いと思いますが、バンドアイドルの基盤を作ったのが男組なのです。1988年にデビューし、1993年以降活動を休止していましたが、2022年に期間限定で復活したことが大変話題となりました。メンバーのメディア露出が多かったことや、事務所側の期待の大きさもあり、レコードデビューよりも前に歌番組に出演し、また映画「ロックよ静かに流れよ」ではメンバー4人が主役として出演し、映画デビューも果たしています。この作品で新人賞を獲得するなど、デビュー前にもかかわらずその名が広く知れ渡りました。そして1988年に「デイブレイク」でデビューすると、同年の日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞、紅白歌合戦には2年連続で出演し、翌年には東京ドームでコンサートを開催するなど、順風満帆なアイドル人生をスタートさせました。しかし1993年、メンバーの高橋さんが突然ジャニーズ事務所から解雇されたことで状況が一変します。メンバー4人で出演した舞台「スラブボーイズ」の終了後に突然マネージャーに呼び出され、契約更新しないと告げられたそうです。当時は詳しい理由は公表されませんでしたが、高橋さんの薬物疑惑が週刊誌に載ってしまったのです。これは完全に濡れ衣だったのですが、事務所は疑わしきは罰したのでしょう。男組は活動休止となり、高橋さんに続いて成田さん、前田さんも退所する形となりました。岡本さんだけは事務所に残り、舞台や映画ドラマで俳優として活動していました。岡本さんといえば、息子さんが元平成ジャンプの岡本圭人さんであることも有名ですよね。
息子も同じ事務所に入るくらいなので、活動休止期間も事務所とは良好な関係だったのでしょう。誤解のために事務所を追放されてしまった高橋さんですが、複数のバンドを結成して音楽活動を継続するとともに、俳優や声優としてキャリアを積み、その高い演技力が評価されていました。前田さんも音楽活動を続けながら、関西のローカル番組にレギュラー出演するなど、テレビの仕事にも積極的に取り組んでいたようです。一方、同時に退所した成田さんですが、ソロライブや新バンドでのライブ活動など精力的に音楽活動をする最中、2009年に大麻取締法違反で現行犯逮捕されていました。その後は長らく芸能界から離れ、消息不明の状態が続きましたが、ファンからの熱い要望や、ジャニーさんが生前に男組またやったらいいのにと語っていたことなどから、2022年に期間限定で再結成されました。そして2023年に全国ツアーを開催し、合計53公演を終えて解散しました。そして現在は男組という名前でなく、元ジュンスカイウォーカーズのベーシスト寺岡呼人さんプロデュースのもと、ロックオンソーシャルクラブとして活動しています。8、郷ひろみ。郷ひろみさんがもともとジャニーズ事務所に所属していたことを知っていますか？男の子女の子で、1972年にデビューしてから2024年現在に至るまでに数々の大ヒットを世に送り出し、男性ソロアーティストとして歴代4位の CD シングルセールスを誇る日本を代表するポップスシンガーです。50年以上テレビで活躍し続けるアイドルは、郷さん以外に存在するのでしょうか？ジャニーズ事務所に所属するアイドルのほとんどが履歴書を送り、オーディションを受けていますが、郷さんはジャニーさん本人にスカウトされ、16歳で入所しています。所属タレントが住む寮では、他の寮生たちと違い、一人だけジャニーさんと同じ食事メニューを与えられるなど、超 VIP 待遇を受けていたそうです。そもそもジャニーズ事務所でソロとしてデビューすること自体が郷さんが初めてなのです。デビュー曲はオリコントップ10入りを果たし、日本レコード大賞新人賞も受賞しています。そして西城秀樹さん、野口五郎さんと共に新御三家と呼ばれるようになり、一躍トップアイドルの仲間入りを果たしました。しかし1975年、人気絶頂の最中にジャニーズ事務所退所が発表されました。しかもその時期はなんとジャニーさんが入院中の出来事だったといいます。退所理由は当時は詳しく報じられませんでしたが、後にテレビ番組でジャニーさんとはまた違うところで成長していきたい思いがあったと明かしていますが、ジャニーさんとの間にトラブルがあったと言われています。ジャニーさんの性加害を暴露した小山翔吾さんの著書には、郷さんも被害に遭っていたと書かれているのです。今となってはジャニーさんの性的嗜好は世に知れ渡っていますが、当時はまだ業界内でしか知られておらず、郷さんはジャニーさんの過度な寵愛に耐えきれなかったとされています。その後、郷さんはバーニングプロダクションに移籍し、順調にアイドル界のトップ歌手の座に上り詰めていく一方で、ジャニーズ事務所は苦難の道を歩むこととなりました。しかし、ジャニーズを辞めると干されるという業界の暗黙の了解があった中で、なぜ郷さんは移籍したにもかかわらず、長年活躍できているのでしょう。それはまず第一に、当時のジャニーズ事務所はまだ所属アイドルも少なく、今ほどまでに力がなかったこと、そして郷さんの人気が凄まじかったことが考えられます。アイドル雑誌「明星」で1年に1度行うオールスター人気投票では、1973年1979年の間連続1位という快挙を果たしているのです。そりゃ干されるなんてことにはならないですよね。その後は元女優の二谷友里恵さんとの結婚を発表し、披露宴をテレビで大々的に中継したり、芸能活動を一時休止しニューヨークに移住をするなど、充電期間を挟みつつも、2005年以降現在に至るまでノンストップで芸能界で活躍し続けています。今でこそたくさんのジャニーズアイドルが存在していますが、ジャニーさんにとって理想のアイドル像として思い描いているのは郷さんだと言われています。ジャニーさんと郷さんの間に何があったのか真相は分かりませんが、郷さんにとってもこの世界に導いてくれたジャニーさんは特別な存在であるはずなので、ジャニーさんのお別れ会にも列席していたのでしょう。9、
蒼井照義。次にご紹介するのは蒼井照義さんです。あまりご存じない方も多いかもしれませんが、実は玉木宏さんや高岡早紀さんなどが所属する芸能事務所蒼井コーポレーションの社長さんなのです。アイドルから実業家に転身とはすごい人生ですよね。ジャニーズ事務所に所属していた期間は1973年から1977年の約5年間で、彼も所属ルートは異例でした。小学生の頃から歌に自信があり、 CBC テレビ虹のステージナンバーワンに出演し、チャンピオンも獲得していました。この番組には当時野口五郎さんも出演していて、優勝の座を競い合っていましたが、彼は一足先にデビューし、高校1年生ですでに大人気歌手として活躍していました。こうした野口さんの活躍に触発され、1972年高校2年生の時にフォーリーブスのショーを一人で見に行き、鑑賞後楽屋に押しかけ、その場にいたジャニーさんに歌やりたいと直談判したといいます。そして楽屋のギターを借りてフォーリーブスのシングル曲明日が生まれるを披露すると、その結果ジャニーさんに認められ、翌々日にはジャニーズ事務所の合宿所に入りました。最初はフォーリーブスの付き人をしていましたが、1972年後半からはジュークボックスに加入し、グループとしての活動をスタートさせました。しかしこのグループは脱退と加入が非常に激しく、蒼井さんも約1年で脱退しているようです。ソロ活動としては1973年に感じる10代でレコードデビューを果たし、雑誌の表紙を務めるなど順風満帆のように思えましたが、実家の家業を継ぐために1977年に歌手を引退しています。このタイミングで事務所も退所したのでしょう。その後地元の名古屋に戻り、実業家としての道を歩み始めますが、ジャニーさんが名付けた蒼井照義という名前は変えずに活動を続けているので、この名前を大切にしていたことがうかがえます。そして1980年に企画制作会社オフィスダックスフンド、イベント制作会社ソームを立ち上げ、当時モデルをしていた風間トールさんの芸能マネジメントするための事務所パイプラインも立ち上げました。そしてこれら3社を統合し、1993年8月に株式会社蒼井コーポレーションを設立しました。所属タレントには三木亮介さん、細川茂樹さんがいて、中でも玉木宏さんは蒼井さんが直接スカウトし俳優に育てたそうです。また本拠地が名古屋で、アイドルではなく役者の仕事なのでジャニーズとバッティングすることもなく、ジャニーズ事務所とはずっと親しい関係にあり、舞台やコンサートを手伝うこともあるといいます。ジャニーズを辞めたら育たないというジンクスがある中で、蒼井さんも別の形ではありますがジャニーズ出身の成功者の一人でしょう。豊川嬢さんは1974年から1977年までの期間、ジャニーズ事務所に所属していた元アイドルです。どこかのグループに属していたわけでもなく、ジャニーズに所属していた期間も短かったためあまり知られていないかもしれませんが、当時はフォーリーブスの弟分として人気を博していました。豊川さんも事務所所属のルートは高校1年生の時に、アルバイト先の飲食店でジャニーさんからの直接スカウトだったといいます。ジャニーさんのお眼鏡にかなった豊川さんは、入所早々に合宿所と呼ばれるジャニーさんのマンションの個室をあてがわれたといいます。そしてその部屋はなんと郷ひろみさんがもともと使っていた部屋だったそうです。前述の通り、ジャニーさんは特別郷さんに目をかけ心血を注いで育てましたが、1975年ジャニーさんが入院中に移籍してしまいました。そんな郷さんの部屋を引き継ぐことで、豊川さんは郷さんからジャニーさんの推しとしてのポジションも引き受ける格好となったのです。事務所からの期待も大きく、入所半年後には汚れなきいたずらでレコードデビューを果たしています。ここから先の芸能人生が確約されたように思えますが、児童養護施設で育ち、正確な生まれ年も両親の顔も知らないという複雑な生い立ちを前面に打ち出した事務所の売り出し方への反発などから、1977年にはジャニーズ事務所を退所しています。その後はフリーで歌手活動をしたり、俳優へと転身しようとした時期もありましたが大成することはなく、
芸能界で確固たるキャリアを積むことは叶いませんでした。1980年代から1990年代にかけては飲食店、旅行会社、芸能事務所など様々な事業を展開していたようですが、どれも成功とは言えない結果のようです。2013年に演歌の CD をリリースしたことを最後に活動は止まっていましたが、昨年のジャニーさんの性加害問題が大きな話題となると、週刊文春の取材で自身も被害に遭っていたと明かしているのです。実は豊川さん、ジャニーさんの問題が表面化するもっと前、1997年に出版した一人ぼっちの旅立ち、元ジャニーズアイドル豊川嬢半世紀にてジャニーさんとの関係を告発しています。当時はジャニーズ事務所側が発行元の文藝春秋を名誉毀損で訴えて裁判沙汰になり話題となりました。ちなみに裁判ではジャニーさんのセクハラは実際にあったと認められ、かつジャニーさんも積極的な反論、反証を行わなかったそうです。なぜその時点で今のような状況にならなかったのかが不思議ですが、時代ということなのでしょうか。当事者である豊川さんも性被害者としての意識は薄いと言い、仕方がなかったと感じているそうです。芸能界でのし上がり、スターになるためには何でもしなければいけなかった時代だったと言います。暗黙の了解で隠されていたジャニーさんの真実を暴露し、裁判にもなってしまったのなら、その後同じ業界で活躍するのは難しいでしょう。しかし被害に遭ったにもかかわらず、2019年に行われたジャニーさんのお別れ会には豊川さんも参列していたそうなので理解しがたいですね。11、川崎麻世さんといえば、元奥さんのカイヤさん同席で行われた不倫会見や、カイヤさんとの泥沼離婚など、とにかくカイヤさんのイメージしか湧かない人も多いのではないでしょうか。川崎さんはジャニーズ事務所に所属していた元アイドルで、当時はかなりの人気だったそうですよ。1975年、当時12歳の時にテレビ番組のモノマネ企画で西城秀樹さんの振りマネでグランプリを獲得すると、その様子を見ていたジャニーさんによってスカウトされたのが入所のきっかけでした。そして入所後すぐにフジカの CM 撮影を済ませたというエリートです。その後14歳の時にラブショックでレコードデビューを果たすと、プロマイドが大ヒットし、一躍人気アイドルの仲間入りとなりました。そして田原俊彦さんや松田聖子さんもデビュー当時レギュラー出演していた NHK の歌番組レッツゴーヤングにサンデーズのメンバーとして起用され、最長の5年半在籍し出演していました。しかしジャニーズ事務所側には川崎さんを舞台俳優として成功させたいという計画があり、タノキントリオの台頭で人気が下降した川崎さんを諸費用を全て事務所が負担し、ニューヨークへ本場のミュージカルを学びに行かせました。その甲斐あって数々の有名作品で活躍する国際的俳優へと成長しました。ところが舞台での仕事が軌道に乗りかけていた26歳の時、交際中だったカイヤさんの妊娠が判明したのです。そして翌年、川崎さんはデビュー以来お世話になっていたジャニーズ事務所を退社する決断を下しました。退所の理由はカイヤさんを安心して出産できる環境に置きたかったからだと言います。この時の決断を後に、人生でこんなに悩むことがあるんだというくらい悩んだと振り返っています。その後カイヤさんの母国アメリカに渡り、1990年に入籍しました。結婚後も活躍の場は舞台や映画といった俳優業がメインであり、たまにバラエティに出演すると飾らないキャラクターから幅広い層に受け人気を集めました。仕事面ではかなり順調でしたが、自らの不倫が発覚して妻の前で釈明会見をさせられたり、夫婦揃ってダブル不倫と報じられたりと、まるで夫婦漫談のように話題は尽きません。2018年に離婚を求める裁判を起こしていることを公表してから、結局離婚が成立したのは2023年とかなり泥沼化したようです。川崎さんは裁判中に交際をスタートさせた女性と今年に再婚したそうで、やっと私生活が落ち着いたようなので、またバラエティで見かけることも増えるでしょう。12、光る一平。最後にご紹介するのは光る一平さんです。名前を聞いてすぐに分かる方は少ないかもしれませんが、1979年から1985年の間ジャニーズ事務所で活動し、
同期には少年隊の東山さんがいました。名前はもちろん芸名です。当時通っていた高校が本名での活動が NG であったため、ジャニーさんの姉であるメリーさんが名付けたそうです。最近では芸名で活動するジャニーズタレントは横山豊さんくらいですが、当時はこういった学校の規則などから芸名をつけることの方が多かったようです。ヒカルさんは1980年、ドラマ3年 B 組金八先生の第2シリーズで生徒役としてデビューし、翌年には青空オンリーユーで歌手デビューし人気を博しました。その後アイドル歌手としての活動を中心に、映画やドラマ、バラエティ番組にも出演していましたが、1985年にジャニーズ事務所を退所しました。そして最近ではテレビではほとんど見ることがなくなりましたが、どうやら裏方に転身しているようです。まず事務所退所後は、土台を作るために2003年から子供タレントを養成するプロダクションの講師を9年間務め、2012年に独立し、自ら子役プロダクション株式会社スカイアイプロデュースを設立、代表に就任しました。事務所には約80人のタレントが所属し、レッスンに力を入れているといいます。外部から講師を6、7人招き、タレントを5歳、17歳の子供チームと18歳以上の大人チーム約10人ずつに分け、それぞれ週1日レッスンを行っているそうです。ここまで来るのには人知れず苦労もあったようで、輸入雑貨店や服飾などいろいろな商売をしていたそうですが、人任せにしてしまった結果借金を抱えてしまったこともあったそうです。知人の紹介で子供プロダクションに関わるようになりましたが、最初は仕事の取り方が分からず、ゼロから頭を下げて学んできたそうです。そして制作会社側からオーディションの情報提供がされるほどに成長し、テレビやウェブの CM、ドラマ、映画などに出演している子たちが結構所属しているといいます。表に出る仕事には未練は全くないそうで、人とのつながりで広がっていく今の仕事にやりがいを感じているそうです。いかがでしたでしょうか。今でもテレビや舞台で活躍し続けている人もいれば、活動の場を変えて新たな人生を送っている人など様々ですね。現在のジャニーズ事務所ほど力がない時代でしたが、歌って踊れるアイドル、舞台を意識したパフォーマンス力、俳優として活躍するタレントといったさまざまな分野で輝ける人材を生み出し続ける基盤を作り上げることができたのが、ジャニーズ事務所が大成功を遂げた要因なのでしょう。そしてその技術、伝統が現在まで受け継がれているところがジャニーズの魅力の一つですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。それでは、また。